自衛隊が普通の軍隊になる、その利益というものがあまり発信されていないではないかと考えるのです。これちょっと正直分かりにくい文章でもあるんですが、これおそらくおっしゃっていることは、おそらくっていうかちゃんと伝わってくることとしては、自衛隊が普通の軍隊になるというと、今の集団的自衛権のこのはっきり言うと愚かな騒ぎみたいに、日本が戦争するのか戦争できる国になるのかっていう不安、それは漠然とした不安が国民の中におそらくある。でそれを解消するためには、自衛隊がじゃあ国軍になった、つまり普通の軍隊になった時に長期的な利点がどこにあり、長期的な目標をどこに定めることができるのか、それが分かったら国民の漠然たる不安も静まっていくんじゃないかということをおそらくお聞きになっていると思うんですね。でそれはとても良い視点だし良い質問だと思いますね。そしてすみません、途中ちょっと飛ばしますが、つまりご質問は、じゃあ自衛隊が普通の軍隊となればどうなるでしょうかということなんですね。これはやっぱ非常に本質的な質問だと思いますね。逆にその自衛隊が普通の軍隊でないというのはどういう意味なのかというと、こう普通のメディアで見てますと、要するに海外に行けるか行けないかだと。で海外に PKO などで行ってますが、例えばPKO って本来はピースキーピングオペレーションであって、今の国連 United Nations の基本的な考え方っていうのは、理屈や言葉だけではピースキーピング平和を守ることができない、実際の軍隊の武力によって紛争を鎮めないと、あるいはこのまた争おうとするところを力で抑えないとピースキーピングができないという考え方なんですね。ところが日本の自衛隊だけは争うことがなくなりました、紛争がもう静まりました、そこにしか行っちゃいけないと、非戦闘地域だけに行くっていうことになってますから、本当の意味では国連憲章に定められているような義務を果たせない、あるいは果たさないと分かってて行くって決めることになってるわけです。ましてや日本の国益が損なわれるような時に、つまり国連の PKO 活動じゃない日本の国益のためだったら逆に海外に行くなっていうことになってるわけであって、そういうことが普通の軍隊じゃないところなんだということだけメディア、あるいは学者の世界でも大半そういう話に終わってるわけです。ところが実は自衛隊の根本的な異常な問題点、あるいは自衛官自身も苦しむ課題っていうのはもっと深いところにあって、それはこの番組で何度か申してるんじゃないかと思うんですが、ネガティブリスト、ポジティブリストの問題なんですね。で、本来主権国家の軍事力というものはポジティブリスト、つまりこれだけはしてもいいリストっていうのは持ちません。そうではなくて逆にこれだけはしてはいけない、いくら国民国家を守る防衛力であっても、あるいは国軍であってもこれだけはしてはいけないっていうネガティブリストだけは持つんです。逆にそれ以外のことは全部しなきゃいけない、ありとあらゆる状況でやらなきゃいけないっていうのが主権国家の防衛力ないしは軍隊なんですね。そうでないと実際物の役に立たないからです。というのは、例えば僕が佐世保の米海軍基地と我が海上自衛隊の基地、もちろん何度も何度も訪れてますが、その時に例えばアメリカ海軍の若い隊員が、まあ、僕は米語を話すってことが分かって、だいぶこう何て言いますかね、飯食いながら突っ込んだ話をした時にですね、彼が一番聞いたのは、その自分はその日本に赴任してですね、つまりアメリカで海軍に入って、日本に赴任して一番驚いたのは海上自衛隊の優秀さだと、もうかけねなしにそう言ってました。でその感動があるからこそ一番奇妙に思うのは、なぜ自衛隊は夕方に制服脱いだら軍人じゃなくなるのかと。じゃあその例えば有事であったり、それから日本という国民と国家が危機にさらされることが夕方5時6時以降は起きなくて、明日の朝9時に勤務時間が始まるまでは起きないと、まさか日本人それ考えてるわけじゃないのに、なぜ制服脱いだら軍人でなくなるのかと。
これはまさしくそのポジティブリスト、ネガティブリストに関係することであって、世界の主権国家の軍事力の中で自衛隊だけがこれだけはしてもいいよリストなんで、例えば自衛官が自衛官であるというだけじゃなくて、ちゃんと勤務時間帯で制服も着てて、その時間だけは国を守ってよしという、そのそういうまず項目になってるわけです。これは具体的に防衛省設置法と自衛隊法によって、憲法だけじゃなくてそういう具体的な法律によってそうなっていてですね。でさらにこの勤務時間中もその決められたリストに載ってることしかできないわけですよ。でそのリストに載ってることは、例えば、目の前で例えばここにいる井上さんが北朝鮮の工作員に誘拐されそうになっても、それはそのリストにないんですよ。どこ探してもないで、どういう時に動けるかというと、この井上さんを誘拐しようとしている北朝鮮の工作員が、例えば北朝鮮の工作員かもしれないじゃなくて朝鮮人民軍の兵士だっていうことが立証できて、そしてさらになんとその北朝鮮にお問い合わせをいたし、今でいうと金正恩第一書記以下の北朝鮮のそういう偉い人たちに連絡をして、これは北朝鮮が国家の意思として組織的に兵士を送ってきて我が日本国を侵略し日本国民を奪おうとしている、そういうことですかと言ったら、その時たまたま金正恩大将の機嫌が良くて、ああそうですよって言ってくれた、ああそうですよって言ってくれたんで、これは大丈夫ってことになって閣議を開いて、閣議決定をして防衛室を決めようとしたら、例えば公明党の太田国交大臣が、公明党は平和の党だからそんなことは閣議決定できませんって言われたら、全員一致でないといけないから、それ閣議決定できない、閣議決定できないうちは、目の前で井上さんが誘拐されたとしても、それはポジティブリストに載ってない。ポジティブリストはあくまで防衛室長が閣議決定されたら動けるって書いてあるから、リストにありませんので、私は何もできません、我が日本国民の井上さんが誘拐されたとしても何もできませんっていう、ね、そして例えば太田大臣が反対なさったら、安倍総理が太田さんを解任して自ら兼任するか、あるいは誰か別の人をつけて、やっと閣議決定できて、そして防衛出動ができたから、あ、これポジティブリストにこれは該当しました、さあ陸海空の自衛隊が動けますと、井上さんを助けようと思ったら、井上さんはとっくに北朝鮮の工作員に乗せられて、もうそれどころか日本海を越えてチョンジェとかそういう拉致被害者をたくさん連れ込んだ港にもうとっくに行ってしまってた。そうなったら海外で戦うってことは自国民を守るためだったら、それはポジティブリストに載ってませんから何もできません。これが自衛隊の実態です。志を持って例えば防衛大に行き、防衛大でなくても自衛官になった方々がこれで本当は悩まないはずはないんです。でしたがって、自衛隊が国際法が定めるところの、あるいは国連憲章が国家の自衛権として、主権国家の自衛権として、個別自衛権も集団的自衛権も当然の主権自衛権として国連憲章でちゃんと定めてあるわけです。日本は国連加盟国なのに、憲法によってはそれができないってことを、そういうデタラメを今まで言ってきた。ちょっと話が一瞬それますが、でもこれは大事なそれることなんで、今のその集団的自衛権の問題に関連して言いますとね、本当は解釈改憲は自衛隊の存在を合憲と認めた時点でもう終わってるんです。解釈改憲行われました。朝日新聞もそれから旧社会党も自衛隊の存在自体は認めてるじゃないですか。集団的自衛権の容認で解釈改憲が行われるんじゃない。どうしてかというと、僕もここにいらっしゃる井上さんもカメラマンも、そして第1回の放送で言いました、そのアメリカに住んでらしたら日本の中学高校生もどこにいても僕たちはみんな同じ教育を受けた。例えば僕の行った学校は日教団の先生なんか一人もいなかったけども、憲法9条のこの条文、ここはどう教わったかというと、陸海空軍は持たないと、陸海空軍はこれを保持しないと教わったんですよ。つまり戦争に負けたから帝国陸軍、帝国海軍のようなものは持っちゃいけないと教わったのに、世界を歩いておかしいなと思って気がついて、もう一回憲法の条文をよく見たら、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないって書いてあるんですよ。イージス艦を持ち、潜水艦を持ち、世界最優秀に近い戦闘機を持っている自衛隊がその他の戦力に入らないんですか。入らないわけはない。どんなに憲法を本当は解釈してもその他の戦力に必ず入る。だから自衛隊の存在を、つまり自衛権というものは違うんだということを認めた時点で解釈改憲が行われてるんです。その自衛権の中には当然個別と集団と両方あるんですよ。例えばここに井上さんがいらっしゃって、
ね、井上さんちょっと悪いけど近づいてくれる？近づいてくれる？井上さんがね、井上さん僕の盟友だけど、ちょっと今演技してもらって、井上さんがこうやって僕を殴ろうとするとね。で、僕はこれを防ごうとすると、これ個別的自衛権をこれ行使してますね。ここにカメラマンいる。ちょっと来てね。カメラを操作してるのに無茶を言ってますけど、ここに僕の友達の、すいません、 お名前は阿久津です。阿久津さん、下の名前はゆうすけです。ゆうちゃんが僕の友達なんで、ちょっと井上さんそれ待ってくださいよって、こいつ作らなくてもいいんですよ、ね、これをこの友達のゆうちゃんをこうやって守ろうとすると、ね、そして僕は一緒にこうやってやろうとすると、これ集団的自衛権ですよ、これ、ね、これ自然権としての、個人の自然権として僕は自衛権あるんです。国家は個人の集まりですから、当然国家も自衛権を自然権として持ってて、僕一人でやる場合とこのゆうちゃんと一緒にやる場合と両方とも自然権なんです。だからしたがって自衛権をあの憲法9条の条文であっても認めた時点で解釈改憲は根本的に行われてるんだって、集団的自衛権が党の候補の話は全くの神学論争。神学論争がなぜおかしいかというと、神様がいるかいないかの話は本当は意味がない。神様は私たちの心の中にいらっしゃるんで、私たちがそれを思えば神はいらっしゃる、思わなければ神はいらっしゃらない。人間の形をした神様はこの世の空の上にあるのかどうかってことは本当は関係がないんですよ。だから申し訳ないけど、僕はジョン・レノンのイマジンっていう歌、音楽としては好きですが歌詞は全くおかしいと思います。イマジン・ノー・ヘブンと言ってるけど、そういう問題じゃない、ね、イマジン・サムティング・イン・アワ・マインド、本当はまあいろいろあのまたファンの方から苦情来そうですが、ね、話を元に戻すと、だから自衛隊、我が自衛隊っていうのは国際法に全く違背している存在にされてしまってるわけです。自衛官の高い志を裏切ってですね、あるいは国民の期待も裏切って、したがって自衛隊が国軍になれば拉致事件の繰り返しは起きません。つまり国軍になったらですよ、これだけはしてもいけないっていうのは、ネガティブリストっていうのは常に制服を脱ごうが何しようが国民と国家を回らなきゃいけないけども、捕虜になった人やあるいは戦う能力を失ってる兵士をその後傷つけてはいけないっていうネガティブリストだけあるから、ね、本来の、姿でそうなれば、例えば自衛官が新潟なら新潟に帰郷してて、そして、自分の認知ではないからもちろん制服は着てない、例えばセーターなり T シャツなり着てて、そして新潟の海岸で横田めぐみちゃんが誘拐拉致されようとしたら、その例えば、陸上自衛隊に一番優秀なレンジャー部隊の人だったら、その武器持ってなくてもそのレンジャー部隊の腕力を持って横田めぐみちゃんを守るってことを必ずしなきゃいけないんです。もうすいません、あえて英語で言いますが、 This is the sacred obligation、 聖なる義務です。それ兵士になったものの、あるいは士官になったものの。したがって拉致事件が100件を超えて繰り返されるようなことは絶対起きない。それから例えば、集団的自衛権というものは当然行使されますから、これそもそもですね、また一瞬、話が戻って申し訳ないけど、内閣法制局が国際法で認めてるけど我が憲法では認めてないからできませんと歴代長官も言ってきたわけですけど、小松さん除いて、これめちゃくちゃな話であって、それは内閣法制局自体が日本国憲法は国際法に違反してると言ってるのと同じじゃないですか。自らそれをさらけ出してしまってるわけです。でしたがって自衛隊が国軍になるってことは集団的自衛権で何も相手がアメリカとは全く限りません、ベトナムも私たちの友人に、もうなってるけども世になれる国、それからインドであったり、つまりベトナムインドっていうのは日本軍のおかげで帝国陸海軍のおかげで独立が成し遂げられたと思ってるアジアの国々ですから、アジアの中で違うことを言ってるのは主として中国韓国であって、例えば日本と一緒に国をやってた国ところで言ったら台湾は大変な親日国家であったりする。で話を元に戻しますと、例えば南シナ海で今中国に向かい合っているベトナムに対しても集団的自衛権は当然行使されます。なぜかとなると、南シナ海と東シナ海がどっか高い塀で遮られてるんですか、全くつながってる意味ですよ。そういう意味で当然これは自衛権の一環として考えられるから、我が海上自衛隊が、あるいはこの場合は日本海軍が南シナ海に戦争を起こすためじゃなくて起こさせないために出ていくと、例えば本当は中国海軍の空母遼寧は我が海上自衛隊あるいは日本海軍の国軍になったとして、日本海軍の今の通常型の潜水艦の餌食になるだけですから、したがって中国もそれをよく分かってるんで、ベトナム海軍はベトナムは陸戦ではすごく強い、ね、植民地時代にフランスを打ち破り、フランスがいなくなったらやってきたアメリカを打ち破り、アメリカは建国以来初めてそれで負けた。
そしてさらにアメリカがいなくなったらここぞとばかり上から友人のはずだった中国が侵略してきたらそれも跳ね返し、すごい民族と国ですけど全部陸戦で、海戦はつまり海軍は非常に非力です。だからこそ中国は今南シナ海で暴虐の限りを尽くしてるわけですね。南シナ海は今牛の下って言われてる通り、こう中国大陸からこうやって下にずっと出てる南シナ海であって、中国に接してるのは海南島のこの北のあたりであって、ちょっと南下がっていったらもうベトナム、ね、こちら皆さんが見たらこちらがベトナム、こちらがフィリピン、下下がっていったらインドネシアに至る。それがどうして全部中国の海なのか、それを好きなようにやれるのはもうアメリカが、実は2001年の 9.11 時同時多発テロで初めて戦争ばっかりしてきたアメリカが自国も襲われるってことを分かって、アメリカ軍を内側に戻そうとしてる。オバマ大統領がフィリピンと新しい約束をしたけれども、それは実は常駐するんじゃなくてローテーションで時々空軍海軍がアメリカも現れますよってに過ぎないから、だから中国はそれを背踏みするためにも今ベトナムに対してドーンという力の行使をやってるわけですよね。そこに私たちの海上自衛隊が日本海軍となって集団的自衛権の行使、国際法で認めた通りの行使でもってそこに艦隊を展開すれば、実はこういう一種の戦争に近いような紛争も抑止されるわけです。だからアジアと日本国の在り方が何もかも変わるっていうのが、いわば一国家組織としての自衛隊が国軍になるだけじゃなくて、アジアと日本とそして本当は世界全体の在り方を変える重大な前進になることなんです。チャンネル登録もよろしくお願いします。